本当にもう大変なことになってましてですね、舞台関係者の方々、もちろん他の人たちもみんな大変なんですけども、まず最初に密になっちゃいけないということで劇場関係の人がですね今非常に苦労しておりまして、そんな中で、中止にするのは簡単ですけども、なんとか、このミュージカルアクションコメディという最も、エンターテインメント性が高いというか全てが詰め込まれているものが、この状況の中でうまくできれば、この業界の人たちも、それをまあプラスとして今後どんどんやっていけるんじゃないかということで、40年続いている劇団ですから、今の状況で、やらないという、結論はないわけでして、41年目に突入しまして、今だからこそこう閉塞感のあるストレス溜まっているお客さんが、大笑いして元気になって明日から頑張るぞと思えるような舞台をやろうということで、今回の舞台を成功させたいと思っております。最初はね、割と社会派のテーマがあって SNS を使い続けた子どもたちはどんな大人になるのか、日本の未来は大変なことになるぞみたいなテーマだったんですけども、このコロナ禍でそんな重いテーマお客さん嫌だろうなと思いまして、もうちょっと、楽に見れる純愛をテーマにして、愛をテーマにミュージカルアクションコメディを作ろうということなんですけども、設定としてですね、今の状況を、設定にしました。新型のウイルスが、非常に世の中にはびこっていて、それに感染をすると誰でも好きになってしまうという大変すごいウイルスが今世の中に蔓延しているという状況から舞台が始まりまして、芝居がですから、そのウイルスを何とかしなきゃいけないという製薬会社がたくさんいて、その中で誰でも好きになっちゃう中での本当の愛は何かというのを探すことが純愛につながるんじゃないかというテーマでストーリーは展開していきます。なので、2つの製薬会社がワクチンをどっちが先に作るかというような中での、純愛ストーリーですね。もうね、この稽古のご苦労に関してはね、小倉が今説明すると思います。はい、大変だよね。そうですね。特に三宅さんが大変だと思うんですけど、稽古場が大人数にならないようにならないようにこうスケジュールを組んでですね、その場その場もうその場に出てる人だけ稽古場呼ばれるんですよ。で次の場になったらもうみんな返されるんです。でだからもうそれで、例えば僕だったら今日はもう僕が出てるシーンとかその人ある人が出てるシーンがこう固められるわけですよ。だからもういつも毎日稽古をしに来てたのがもう3日に1日とか、それはその全部のシーン出てるわけじゃないからね。そうですね。だから自分の出てるシーンだけ稽古場に来る。そうです。三宅さんはだからもうそれを毎日こうそこ順番頭の中でこうそのスケジュールは私がやってるわけじゃなくて演出助手が、それぞれ仕事もありますから、いろんなマスコミとかいろいろね、そのスケジュールとシーンのスケジュールと例えばダンスとか歌を教える先生のスケジュールと全部を整理して分刻みで1週間ずつスケジュールを立てて、そうですね、それを全員に送ってその通り全員が来ると。それで稽古場ではそれぞれ自分の好みのマスクでやってるんですけども、当然舞台上で表情が見えないとどうしようもないということで、今回こういうマスクを見つけてきまして、これが立体透明マスクというんですけども、こういう感じですから非常に表情も見やすいということですね。はい、これで音響さんがうまくマイクを位置を設定してくれれば、表情と
まあ、声もすべて くぐもらずに聞こえるという、ですからお客さんも劇場へ来るときにはマスクをしていただきますので、劇場の人、お客さん、スタッフ、裏方さん全員がマスクをしているお芝居というのは今回初めてだと思いますね。最初から最後まで登場する役者は全員がマスクをしています。まあそれぐらい安全対策は万全だという、ことなんですけども、まあ、こういう時期なのでやっぱ、まあ、この会場もそうですけど、あのこれもうみんな離れてるじゃないですか。こういうことってやっぱり今まであんま慣れてなくて、なんかすごく人と人が、あ、なんか少しずつね離れてしまってるような気がします。なんかそれ僕も気をつけなきゃいけないなとは思ってるんですけど、まあそういうこともないように、みんながこう一つになれるように、その一つのきっかけとしてなんか劇場っていうか、お芝居、特にあの喜劇なんかは本当に、劇場にいる人で出てる人だけじゃなくて、スタッフさんとかお客さんも全部が一つになってこう作り上げていくものだと思うんですよ。そこで出来上がっていくもんだと思うんで、あのなんかみんなが一つになれればいいなと思ってやりますので、一つよろしくお願いします。まあ、この劇場でやるエンターテインメントというのが、人間が生きていく上で必要なものというものの中から、まあ割と最初に外されるものだとは思うんですよね。生きるのにそんなに必要じゃないだろうと。ただここまで自粛して、いろいろ、そういうもののない生活をしてみると、いかに普段の生活に必要だったのかということが分かっていただけると思うんですけれども、なんとかそれを取り戻すためには我々ももちろん頑張りますけれども、お客様もですね、これだけ劇場も、万全の形でお待ちしておりますので、お客さんもとにかく戦ってですね、ここを勝ち抜いて、本当にその自由にエンターテインメントが劇場へ行って楽しめる、そういう社会を取り戻すために、一緒に戦っていただきたいなと、そういう思いがすごくしております。ですから今回、舞台の内容としては非常にハードルが、こういうことを言えば言うほど上がるんですけれども、劇場に足を運んでくださいましたお客様には絶対来てよかったなと思わせなきゃいけないと、で、まあ、来れなかった人たちに、いや行ってよかった、本当に元気になれたということを、話していただきたいと思うし、そのことが日本のこれからの、こういうエンターテインメント界の、支えになると思ってますので、ぜひとも、我々も頑張りますけども、お客様も頑張って、劇場に足を運んでいただきたいと思ってます。アミューズ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、劇団スーパーエキセントリックシアターの私、三宅裕司です。小倉久弘です。さてこの劇団 UCT の今回の本公演ですけれども、いつやりますかっていうとですね、サンシャイン劇場でやるんですけれども、10月の9日から25日までです。はい、この期間でですね、今回は純愛をテーマにしたミュージカルアクションコメディ、世界中がフォールインラブという、こういうお芝居をお送りしたいと思っています。純愛をテーマに爆笑ギャグの連続で、ミュージカルアクションコメディですから、歌があってダンスがあってアクションシーンがあって笑いっぱなしというね、で最後にはちょっと感動するような、そういうお芝居を目指しております。ぜひこのコロナの中で万全な対策をしてですね、劇場でお待ちしておりますので、コロナのストレスをぶっ飛ばすためにもですね、ぜひ見に来ていただきたいと思います。それでは小倉から最後に一言があります。このお芝居を見ると本当の恋がしたくなります。よろしくお願いします。いや本当にそうですね、恥ずかしい。